皆さん、おはこんばんちゅわです。パパスです。今日は今バラバラにしていってるムーブカスタムさんのですね、緊張しすぎて感動あのエヴァポレーターとかあの辺ブラモーターとかな、ブラモーターとか、うん、恐怖やねんけど、まあ、はい、1回やねん。そう、600650か、650 G のでな、はい、容量はつかんだから、まあ、今回いけるかなっていう感じ。ちょっと慎重でね、ちょっとだけ慎重で、うん、まあやっていこうか。はい、やっていきたいと思います。お願いします。どっち来る、はい、エンジンの方、この辺とかな、まあ、バッテリーとか、はい、こういうコアサポートとかはな、ちょっと、うん、先に外してしまってるから、はい、外し方は全部他でやっとったな。はい、やってます、やってます。バッテリーから何から。で、まあちょっとつくようにしてもらって。はい、こんな感じですね。はい。水回りやるときは、はい、ここにエア抜きあるから。はい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 、これか。ヒーター効くまでここエア抜かな。だからラジエーターの水を交換して、はい、みんな動画するのにクーラント抜き替えましたけど、ここ線があったらヒートするからね。だから夏はヒーター確認せえへん、はい、冬はええけど、はい、夏ようある。ヒーターまで確認してください。そうそう、絶対あの夏でもヒーターが、ヒーターは危険から、はい、しとかな。なんでこれを持ってきたか言ったら、シリカンスペイン、はい、あれだからマフラーのゴムだから、うん、ゴムに何かやってええんかとか、うん、ちょ、とりあえずまあヒーターの、はい、ここでバーンとかやったら、ね、このパイプの口が、はい、あのへしゃげるから、はい、うん、はい、でまあこういうやつでちょっとこう隙間入れてもらって、はい、でここで登場、うん、うん、まあそんなんで文句言うやつってな、な、じゃあ普通こんなんしとったら、で自分がシリコンスプレーに変えたらええんやってただ分かるやん、はい、それ文句言うたら、それわざわざ文句言いに来てるやん。まあそうそうやな。で、はい、そのアンチコメント置いといてほしいねんな。あのドライブでもお願いしましたが、そうそうそう、置いといて、何でもええ。これシリコンスプレーかちょっと白いねんけど、なんか、うん、でもシリコンスプレーですよ、中身は書いてない。違う用途が用途が違うかわからんけど、振ったら振ってみたらいいんじゃない社長。ちょっとちゃうかわからんけど、まあちゃうやつでもまあ取れたっていうな。はい、滑りが良くなったら OK です。ね、まあツバつけてくれてもええしな。ツバ入れへんやそこにも。舐めだってまあこんな感じで、うん、はい、取りました。で、はい、次クーラーの配管、クーラーの配管ですね。これはもう絶対ガス先抜かない。はい、これは何ミリだ。ガス抜けへんかったな。ジーナの動画でもやってんねんけど、えらいことになるから。痛かった、びっくりするので痛かった。なこれちょっと見えにくいですけど、これですね、これ取ってください。パイプとパイプの間に、はい、5ミリがあるから、はい、5ミリですね、うん、まあだからちゃんと抜き切ってほんまにないかを確認しとけんやったら、ちょっとした残りで破裂しよう、大変な爆発が起きる。大変な爆発、起きた起きた。でこうちょっとネジを全部外さんとちょっと揺さぶって、はい、シューっていうか確認してもいいかも、そういうことね、うん、
こういうやつな。この今液垂れてるやんか。垂れてる。これは漏れたところが分かるように。これが蛍光のやつなんか。そういう専門の眼鏡かけたらそれをピアッとこう黄色くなってるから。社長、私もこれが良かった。オイルドロドロなコンプレッサーオイル、もういっぱいつくやんか、うん、サキちゃんみたいにドロドロやんか。ほんとどこ漏れたか分かれへん。お前この辺もいっぱいついてる。爆発させてね。そうそうそう、ガス検知器もいろんなところで全部やって、最後にガスのこの色入ったやつ、はい、多分あったんちゃうかな、うん、でとりあえずまあ、はい、ちょっとだいぶずれたけど、はい、ヒーターコアとエバポレート外すのに、はい、まずこれが絶対必要やから、はい、でまあ水抜き、エア抜きがここにあって、ヒーター効くまでやってほしいっていうのは、はい、注意点。はいはい、中行きます。こっちから攻めていこうか。オッケー。運転席側から。はい。うん、まず、はい、こいつな、はい。こいつは外さなあかんねんけど、はい、ちょっとブラブラになったらやりにくいから、はい、先に、はい、このまずこれアクセルセンサーのカップラーか、はい。これちょっと脱ぎにくい。横っちょ？ちょっとだいぶおさんと抜けてんだけど、うん、まあ普通にカップラーとして、はい、でこいつがどっち、グレーの、はい、でこういう感じ、はい、でこいつがこうついてるのかな。下にこういう高さですね、このカップラーを止めてるやつ、はい、で俺どうも、うん、このボンネットのオープナーのあれを割りそうやから不安で不安でしゃあないから、これ先外しとこう、はい、これだからダッシュボードの時に外しとった方がいいかもね。そうですね、一緒にね。でこれでまあ引っ掛けへんようにしたら、はい、まあ、可能性はちょっと下がってる、うん、はい、よっしゃ、うん、いや抜けるはずじゃないけどな、まあ抜かなあかんわどっちみち、はい、この線もですね。で、うん、でこの、うん、あの下に黒いのが、うん、結構止まってるけど、はい、金はちょっと柔らかくて外しやすい、はいはい、うん、これで、はい、まあ、捨てごと、はい、配線ごと、はい、バシッと、はい、コンピューターも一緒で取れるから、はい、うん、このこの、うん、これこの黒のスティングね、そうそうそう、はい、であとブレーキペダルの、はい、水色ブレーキセンサーね、はい、フレームの、はい、ここですね。これあのペダルと、はい、一緒。一緒に、はい。ペダル外したはやりやすいかもわからへんけど、うん、まあちょっと外さなあかんかな。ちょっと上上げなあかんから取れるな。はい。うん、でこいつと真下にも。ああ、うん。ここね。ここなんですけど、ここ、ね、まあ、大体わかるかな。うん、あ、こうやってみたら分かるわ、うん、はい、まあ、こいつは緩めるだけでは、はい、うん、あら、こんな感じで避けといてもらって、ほんまや、はい、うん、配線は全部こっちについてくるから、で、今度サイドブレーキのスイッチ、はい、ちっちゃいの、はい、あそこです。まあ、だいたい骨取るとこぐらい、うんうん、ちょっとブラブラなるけど、はい、ちょっと緩めとこうか、はい、ちょっと緩めとこうか、はい、ブラブラなれへんか、あれ、うん、ちょっとしまおう、なれへんのやったらここのステージ、はい、これだから上下間違えへん、はい、この
ワイヤーが。あ、ごめんなさい。はい。邪魔かな、私邪魔やな。ピン。はい。ちょっとごめんなさい。これはあのシフトワイヤー。これシフトワイヤー。はい。ここが止まってました。ヒーターコアのとこから外しても。はい。だこれちょっと置いとかな、あの位置、この辺の位置で取り付けるときはつけへんかったら、はい、ちょっと絡まったらややこしになるな。はい、はい、このエアバッグの黄色のカプラー、うん、いつも多分取らなあかんと思うんだけど、うん、ちょっとしたら取らんでいいかもわからんけどな。はい、うん、まあ、一応取っとくわ。はい、ピン、はい、ここピン、はい、ちょっと見えにくいけどごめんなさいね。ここにピンがついてます。よいしょ、はい、あったあった。ずーっと来て、はい、まあ、飛ぶときは向かんでいいけどね。はい、先、はい、はい。